皆さんおはようございます。メッセンジャーの北優です。今日はね、幸せとは何ぞやね。幸せって皆さんそれぞれね、思うんでしょうけど、まあね、恋人できて幸せだってね、家族が作って幸せだってね、地域で幸せ、国で幸せ、ね、世界で幸せになりたいということでね、幸せはたくさんあると思うんですけど、私のね、究極的な幸せというのはね、宇宙の真実が分かった瞬間、ね、その瞬間が幸せなんですよ。その宇宙の真実って何だろうと。で、この宇宙はね、膨らんだり縮んだりして永遠に生きている。これが宇宙の真実なんですよ。その真実をね、この心で分かった時にね、ああ、本当の幸せだと。もうこれ以上の幸せはないということでね、本物を見つけた。ね、この幸せをね、ぜひ味わってほしいですね。簡単明瞭、ありがとうございました。
宇宙の心から生まれた軍隊もないお金もない欲しい社会を作ろうよ。学校では人生の続きを学んで資源も食べ物も十分用意されているだから自分の心にある宇宙の心へ